西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はトロッコさん、男性40代福岡県、の方で、蓮舫議員の移民政策の質問を見ましたと。法務大臣安倍総理の答えは抽象的な答えばかりで、要するに行き当たりばったりという答えにしか聞こえませんでした。法務大臣に関しては多文化共生とまで言い出して、世界中で異民族、異文化異宗教による民族摩擦、文化摩擦、宗教摩擦がいかに深刻になっており、多文化共生どころか民族虐殺、宗教戦争が今でも繰り返され、ユーロは多文化化、共生は失敗し、メルケルは引退することがありました。このような世界の状況を全く無視して多文化共生が成功しているかのように認識している法務大臣の口には開いた口が塞がりませんでした。西田先生は傍聴席に座っておられましたが、どういうお考えだったのでしょうかという質問であります。なかなか難しい質問をズバッとしていただきましたが、ズバッと答えるのが西田昌司でありますので、答えさせていただきますと、まあ、一つはですね、安倍総理何度も言ってますけれども、移民政策ではない。で、私も移民もちろん反対であります。移民政策は、まあ、しかし移民というのは要するに、外国人どんどん入れてですね、自分たちの国の根幹になっていただくと、そして当然そこでですね、日本人になっていただくという政策ですけれども、今回は日本人になっていただくというよりも、まあ、労働力としてですね来ていただきたいと、労働力不足がありますのでと、まあ、こういうことなんですね。でしかしそうかといってですね、それを、そのまま居ついてしまうことになるじゃないかということを懸念されている方がおられるのは当然の話なんですね。でまた今回のこの質問など野党側の議論を聞いてまして思いましたのは、要するに、安倍政権拙速にやりすぎだと。でもう少ししっかり制度を作ってからにしろと。でもっと言えば、先ほど言いましたようにね、移民政策ではないけど労働不足を外国人によってやろうという、それは物扱いでですね、労働力扱いで外国人を呼んでくるのは手前勝手すぎるじゃないかと。もう少し、彼らがですね、例えば、労働環境、まあ、賃金もそうだし、さまざまな問題でですね、彼らを人間扱いちゃんとしてやるべきなんだということで、まあ、移民反対だと言ってるんですけど、野党側の方はむしろですね、外国人の人権をしっかり守ってあげなさいというふうに聞こえてくるわけですよね。もちろんそれも大事なんですけれども、じゃあ、この外そのトロッコさんが言ってるようにですね、多様な共生とかじゃなくて日本の国柄とかいうのを守るためには、移民政策は反対なんだという真正面から言ってるかというと、実はそういうことを野党の方はほとんど言ってないように思いますね。でむしろ自民党の部会や自民党の議員の中の意見の方がですね、日本人の国柄、日本の国柄を守るには、そういう安易に外国人材を受け入れてやるのはいかがなものかという話になってるんですね。でところが、まあ現実問題、まあこれは政府側の提案としてなってきてるんですけれども、私が不思議に思いますのはね、要するにトロッコさんの指摘のように、まあ、世界中で、移民排斥のような、動きが出てきてますね。であるにもかかわらず、日本の中で野党側がそういうことを言う人が誰もいないわけですよ。むしろ与党側の中にしかいないと。でその与党側の方も政府という与党の中に入ってしまっていますから、なかなかまともにこの議論がですね表で言えてないと、とこういう不思議な国の状況なんですね。でこれはちょうど私がいつも言ってる財政再建論も同じでしてね、で財政再建よりもまず経済を良くしないと、デフレ状況下では増税するのも大変なんだよと。でそういうことをやっちゃうと経済そのものを毀損することになってしまうと、まず、この経済を良くしてからだと、こういう話をよく言ってますけれども、それをですね、まあ、今回こういう本を作りましてですね、財務省からアベノミクスを救うという中でも詳しく述べてますけれども、こういうことを言ってるのはですね、実は私ぐらいなんですね。で自民党の中でも財政再建これやらなきゃいけないじゃないかと。で野党の方も、財政出動などで景気を良くしていこうと思うと、またばらまきをするつもりなのかということで、与党野党どちらに行ってもですね、財政再建しかない。で移民の話でいうと、どちらにしましてもですね、移民を反対しているというふうには聞こえない。
議論になってきてしまってるわけですね。でなんでこういうことになってしまうのかと。でこれ一つはですね、やっぱり言論空間、日本人はですね、一つはいわゆるポリティカルコレクトネス、ということで、財政再建というのは正しいことだし、人権、ね、で文化の共生のこういうものは、正しい、価値であってですね、否定するものではないと、というのが頭からありますから、そもそもの議論がですね、そもそもできない仕組みに陥ってしまってるんじゃないでしょうかね。そうじゃなくて、もちろん多文化共生も大事なことでありますし、財政再建も大事なことなんだけれども、今本当に問題なのは何かというと、この外国人労働者の問題でいうとですね、そもそもなぜそういう事態に労働力不足になったのかと。でこれはもうはっきりしてるわけですよ。つまりデフレを作ってしまったために、デフレ世代、この就職氷河期世代が、本来子供、結婚して子供さんを作って、そして人口が、それなりにですね保たれるという、この当たり前のことができなかったと。でその結果ですね、子供さんの数が、結婚する数がまず少なくなっていますから、その中で子供さんの数も少なくなって、どん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 、人口減少の方向に進んでしまったと。でそれを止めない限りですね、いくら外国人を入れようともですね、話に収まらないわけですよ。でしかし、まあだからといって、今一番大事なのは少子化を止めるための政策やるべきなんですけれども、少子化をね、私がこの中でも主張してますように、法人税を上げてですね、内部留保、それを税で吸い上げて、それをもう一度ですね、この子ども手当などのように、所得の再分配でですね、国民に与えていることが、少子化を止める原動力になるじゃないかということを、たとえやったとしましてもね、これ10年20年先になってきますね、実際に効果が出てくるのは。でそういうことも考えると、この間になんとか労働力不足で、潰れてしまう会社もあるわけですから、ある程度、そういうものを受け入れざるを得ない、また受け入れたとしてもですね、その外国人を安い給料で入れることによって、さらにまた、賃金上昇を抑えてしまうことになったら、これ何のために意味もないですからね。また来られる外国人の方も気の毒な話ですから、まあ、そういうもう少し全体的な大きな議論ですね、この要するにデフレを作ってきたものが一体何だったのかと、それが少子化の原因になっているということも含めたですね、議論をしなくちゃならないんですけれども、これが与野党ともそういう視点が全くないということですね。ですからそこが、今日本の一番困った話 でこれは与野党だけじゃなくて、学者も、まあ、マスコミも含めてそうなんですよね。だから、本当の本質のことが議論できていないということで、非常に私は、本当にイライラしながら、この傍聴席で見ていたわけですけれども、まあそういうことで、この議論のもう一度正しい議論をするためにもですね、何が原因でこういう事態を生んでしまったのかということをもう少し我々考える必要があろうかと思っています。ということで、これが11月16日に、この産経新聞出版から出版されます。もうすでにアマゾンでは、予約ができるようになっておりますので、ぜひお買い求めいただきまして、この私の言っていることを広めていただきたいと思います。今日はそういうことで、トロッコさんの他にですね、マイケル山田さんが2通、お茶番号さん、影武者さんが3通、タカさん、各駅より超特急さん、トロッコさんが4通、熊五郎さん、歩兵さん、三毛猫さん、電気屋さん、田中次郎さん、十光志 A さん、富士さん、以上20通プラスいつものウッキーさんからお便りいただきました。それからもう一つ言い忘れていましたが、この毎年やっています、第9回東京政経セミナー、今年は平成30年12月3日月曜日午後6時15分から、ホテルニューオータニの、例の間っていうんですかで行います。会費はこれ、いわゆる政治資金パーティー形式になってますので2万円、講師は私がもちろんしゃべりますけれども、ゲスト講師として内閣官房長官の、菅義偉先生から、お話をしていただけるということであります。お申し込みお問い合わせはこちらに書いてある西田昌司東京事務所ということでございますので、こちらに聞いていただいた方には、お土産としてこれがついてくるということでございます。以上、宣伝させていただきました。よろしくお願いします。